さんお元気ですか？夏美ゆかです。すごく久しぶりに東京お台場のヴィーナスフォートに行ってきました。以前3階フロアがアウトレットになった時からあんまり行ってなかったんですが、なので3階から見て回ろうと思ったら金魚専門店がありました。他にも3階にこういうカートっていうのミニカーが展示されていて、こういうスペースは男の人とかの彼氏さんとかあと息子さんとかいらっしゃる方はすごい喜ばれるんじゃないかなと思います。これもねちょっと存在するのを知らなかったです。これはペットのアイテムを売っているところで2階フロアにありました。これね大型犬も入れるんですよ。ゴールデンさんとかうちのドーベルマンもこれと同じものを使っていて、カラーが茶色なんですが、この迷彩柄はここでしか売ってないそうです。ヴィーナスフォート久しぶりに行った結果ね、まあまあ面白い新しいところも出てきてました。1階に昔ペットショップ、本当にワンちゃんとか猫ちゃんが売ってたところがあったんですけども、本当ねフロアマップ見るとなくなってて、まあ時代の変化なのかななんて思いながら、パッと見2階フロアも出入口付近のところは都心でも普通に見つかるようなブランドが多かったんで、ヴィーナスフォートじゃないと手に入らないみたいな、そういうのがこれから多く置かれるとすごくいいですね。いやもうこの車気になりますよね。まあパッと見帽子屋さんっていうのはこれだけずらっと並んでるんでわかりますけど、結構ね幅広いサイズ展開で、もうキャップとかカジュアルなのからこういうハンティング割とね紳士的な感じのとか、あと奥行くとレディースもありました。夏物ですね。すごく涼しい通気性のいいハットが置かれてました。3階にあるレストランに入りました。私ね2階のレストランは割と多く行っていて、3階も行ったことあるはずなんだけどあんまり記憶がなくて、もう一度ぐるっと3階のレストランのあたりを回ったら割と新しめのお店なのか、ちょっと入ってみようかなって思えるところがあって、やっぱねイタリアンでテラス席座りました。とね2階見た感じ2階だけどヴィーナスフォート的には3階なんだけど、そこからこう見下ろすというか景色がね結構綺麗ですよね。天井のこうお空もブルーになったり、夕方のこうオレンジ色赤色の空になったり、まあ相変わらずメンテナンスがしっかりしてるなって思いました。すっかり忘れてたけどここ結婚式できるんですよね確か。すごい昔にこのフロアで食事してる時にこの中央の通りを式の関係者のこう参列っていうか歩いてる姿が少し見えたんですね。混雑してたのでしっかり見えなかったですけど、最近もここで式は挙げられてるんですかね。
久しぶりのヴィーナスフォート VTR を撮ってみましたが、これはね、私のカメラはただのスマホなので、まあ、完全に景色のおかげで美しい映像が撮れました。さあ次回は何の動画にするか決まってないんですが、たくさん撮りためてるのもあるし、またどこか仕事がてら行くところがあったら VTR に撮っておこうかなと思うんで、気が向いたらまた動画アップします。ではでは、バイバイ。